ドカリは貝殻を選ぶ際に貝殻内部の形状やサイズなどの内装も重視する。みんな大好きタラバガニはカニではなくヤドカリの仲間。最大級のヤドカリはヤシガニで、その体長は1メートルにも達することがある。ヤシガニは他のヤドカリにはない木に登る能力を持ち、ココナッツを割って食べることができる。ヤドカリは海水浴を好む種がおり、これは塩分摂取と外敵からの保護のため。ヤドカリの一部の種は貝殻を装飾することで捕食者を避ける独自のカモフラージュ技術を持つ。ヤドカリは群れで生活する際、貝殻のサイズが近い個体同士でグループを形成する傾向がある。一部のヤドカリは貝殻の不動産市場と呼ばれる現象を起こし、貝殻を交換する社会的行動をとる。ヤドカリは栄養補給と貝殻の再利用のために死んだ同種を食べることがある。ヤドカリの一部は音楽に反応し、特定のリズムで活動的になることが観察されている。チャンネル登録・高評価してね。取り上げてほしい動物をコメントしてね。